シルバードーン・シルバードーンは、ロールス・ロイスが1949年から1955年に製造した乗用自動車である。また1997年からは、それまでのシルバースピリット、シルバースパーの後継者種として、新たに、イギリスは第二次世界大戦で戦勝国になったものの膨大な戦費で、経済は疲弊し、復興のために対米輸出が必要とされ、 自動車は、スコッチウイスキーと医療の記事と並んで輸出品の代表だった。また、欧州戦線で戦った米兵がヨーロッパ車を持ち帰り、アメリカでヨーロッパ車ブームが起きていた。この需要を狙って1949年とロントの世界博で発表され、発売された。アメリカ輸出を目的としていたため当初は、全車左ハンドルであった。注文に従い、 コーチビルダーがボディを仮装する形で販売されたシルバーレースよりも会社種であり、スタンダードスチールボディの装着を前提としていたベントレーマーク6の完全な兄弟車であり、違いはラジエーターグリルとマスコットを除けばスキナーズユニオン製ツインだったキャブレターがストロンバーグ製シングルにデチューンされていたことのみである。当初の i k f インイコール約リメートル 工程4.5インイコール約 114.3mm の直列6気筒で排気量は 4257cc のエンジンを搭載して発売され、1951年シルバーレースと同様に内径ファイ 92mm と 4566cc に拡大され、同様に1952年にはオートマチックトランスミッションがオプションで用意されたが、 4887cc エンジンは搭載されず、1955年、シルバークラウドに置換され製造中止となった。製造台数は760台に止まった。シルバースピリット及びシルバースパーは、1997年から、ショートホイールベース版のシルバースピリットが受注生産となり、シルバースパーにあたるモデルに新たに、シルバードーンの名称が与えられた。 シルバースパーの名称は低圧ターボを装備したモデルに与えられた。リムジン版はパークウードである。空力特性を重視し、変更を施されたボーディと使い勝手の向上が図られた内装を持つ完成度の高い車であったが、当時のロールスロイス車は苦境の真っただ中にあり、モデルライフは短命に終わる。直接の後継車種はシルバーセラフ。 最高速度は時速 214km0 から60マイル、エイジは9.5秒と発表された。ありがとうございます。